で、あの先にね、ニアの上もうここで飛んで上に入ってますからね。はい、うまく合わせました浜田瑞希。なので高橋選手も飛べなくなりましたね、先に飛ばれたんで。今シーズン3ゴール目です。そうですね、うまくね頭にミートして、このゴールで2対2に追いつきました岡山。